<で>と子宮けがんの原因となるヒトパピローマウイルスに感染するのを防ぐための HPV ワクチンについて厚生労働省が積極的に接種を進めるのをやめてから6年ワクチンの接種率が0.3%と低迷していることに危機感を訴える団体が会見を開きました。はい、接種をを積極的的すするというのを再開するとといいううの再開政治的な あの重要な決断をしていただいて、えーまあ、若い、えー、人たちの命を守ってほしいなと会見には、予防医療の普及に取り組む堀江貴文氏のほか、産婦人科医の孫未彰氏などが参加し、年間2700人にも及ぶ子宮頸がんによる死者を、ワクチン接種によって減らしたいと訴えました。 そもそも、こういったワクチンを中1から高1の女性たちが定期接種であるということもそもそも知らないと、だから当然打っていないという方が多いんじゃないかというふうに思います、なので後輩から打っていないというよりは、そもそも知らされていないということが問題かと思いますワクチンの接種ががんの発症を減らせるとする複数のデータが公表される一方。 副反応への懸念も根強くあります厚生労働省によりますと呼吸困難やじ麻疹といった重い症状が10万人当たり52.5人の割合で報告されたということです。